今回の記事は演歌歌手の山川豊さん。山川豊さんの本名は木村春治。1958年10月15日に生まれ、日本の演歌歌手。血液型は B 型。1981年、函館本線にて歌手デビュー。同じく演歌歌手の鳥羽一郎の実弟である。演歌ではなく映画に約27年ぶりに出演することが決まったとの記事を見て、演歌歌手としては2021年40周年と、ベストアルバムをデビュー40周年記念、コンクリートベストを昨年発売した。精力的にコロナ禍で活躍されている。山川豊さんの幼い頃に過ごした場所がどんなところで育ったのか、気になったので、まとめていきます。三重県鳥羽市伊鹿家町は、ゴジラが日本に初上陸した伊鹿家漁港です。昭和29年の映画に登場した第一作のゴジラがこんなにも人気になるなんて当時は思ってもいなかった。その伊鹿家町に4年後に漁師の子として生まれた山川豊さんは、太平洋に面して有名な海女さんがアワビサザエ伊勢海老など、今は高級料理の一つになったアワビ伊勢海老を素潜りして息を凝らして獲物を捕らえていた。漁師の子として幼い頃は漁師の真似をして漁港で竹を切って釣り竿にして、先端にテグスを巻き、竿の長さより長めにしたテグスに浮きをつけて、針の近くには重りをつけ、餌は海の中にいる小魚やミミズをつけて、堤防近くで餌をつけたテグスを魚の見える位置に投げ入れて待つこと。5分もすれば浮きが海の中へ引きずられる。魚釣りの魅力を幼い頃から感じて育っていったのです。鳥羽市伊鹿家町は三重県の突端にあり、漁業の盛んなまで鳥羽市に出かけるのに陸の孤島と言われ、定期船が1日3便しか通っていなかった。小学校に通う道が狭く、道路ができるまで陸の孤島だった。両親は海が職場で、父親が陸に上がると定期船で市内の競輪場へ行き、現金がなくなると自宅を建てて負け実家を失って納屋で寝泊まりしていた。その後もギャンブルを続け、自宅は賭けごとに買って自宅を取り戻したそうです。それだけ父親はギャンブルが好きでした。母親は夜明け前から海に出かけ、午後は畑の仕事をこなしていました。村全体が海に畑にという生活でした。山川豊には両親に遊んでもらったことが記憶にないという。父親が遠洋漁業に出かけていた時は、兄の鳥羽一郎さんが父親の代わりだった。三重県鳥羽市伊鹿家町は陸の孤島で、毎日海を眺めては朝日が太平洋から昇り、夕暮れには山に太陽が沈んでいった。父親が遠洋漁業で帰ってきた時、父親と一緒に競輪場に出かけた。その時に父親と一緒に写真を撮ってもらった。家庭はあまり裕福ではなかった。小学校の給食費1000円が払えない時期があった。山川豊少年はひどく貧乏な家庭だと思って、早くお金を稼いで母親を楽にしてあげたいと子供の頃に思ったそうです。自宅が海に近く、海がおやつの宝庫で、夏は海に潜ってアワビを取っておやつ代わりに食べていた。小学生の時に猛烈な台風が三重県を通過している最中に自宅が吹き飛ばされ、そうなったことが記憶に残っている。鳥羽市は観光の一つとして真珠の養殖が盛んで、山川豊は高校生の時真珠のピアスをして、もちろん彼女がいた。1981年、この日は日本武道館にて第12回日本歌謡大賞が開催。夜7時から日本テレビ、文化放送、日本放送、ラジオ日本の4局で生放送されました。司会は高島忠夫さん、星野智子さん、徳光和夫さんでした。この年の優秀放送音楽新人賞は、銀ギラ銀にさりげなくを歌う近藤雅彦さんと、函館本線を歌う山川豊さんに決定。喜びの中、山川さんがステージで函館本線を熱唱する中、ジャンパーを着た角刈りのややこわもてな男が、
警備員の制止を振り切ってステージに乱入。もはや事件の予感しかしません。ところがこの不審な乱入者を見た山川さんは男泣きしつつ歓喜の笑顔。二人は抱き合って大喜びしています。この乱入者の正体は山川さんの6歳年上の兄、木村嘉平さん、後の鳥羽一郎さんだったのです。三重県鳥羽市出身の鳥羽さんはもともと歌手志望でしたが、家族を支えるため遠洋漁業の漁師として5年間働いた後、板前などを経て27歳で上京。作曲家の船村徹さんに弟子入りし、この時は船村門下で歌手修行中の身でした。弟の山川さんが日本歌謡大賞の優秀放送音楽新人賞にエントリーされたことを知り、ついつい日本武道館に足が向き、新人賞受賞決定の方にいても立ってもいられずに、並み居る警備員たちを振り切り、強行突破でステージに上がってしまったのです。山川さんと笑顔で抱き合う姿に、周囲も兄弟もしくは知人友人であることを確認したため、感動のシーンとなりましたが、仮にそうでなかった場合、警備の責任も問われる大事故だったと言えるでしょう。そんな熱き兄、鳥羽さんは30歳を迎えた82年の夏、出身地にちなんだ芸名とともに、海の男をテーマとした兄弟戦で歌手デビュー。大ヒットとなり、現在に至るまで兄弟で演歌界を席巻し続けています。演歌歌手、鳥羽一郎さんの弟で、昨年デビュー40周年を迎えた演歌歌手の山川豊さんが、約30年連れ添った妻と熟年離婚していたことが分かりました。ニュースサイトニュースポストセブンによれば、山川豊さんは2020年をもってデビュー以来所属していた大手芸能事務所ながらプロダクションを退所し、独立後に多忙な日々を送る中で妻との間ですれ違いが生じ、今年8月に離婚が成立したそうです。記事では山川豊さんを知る芸能関係者が、この8月に約30年に及ぶ夫婦生活が突然終わりを告げた。都内の高級住宅地に立つ豪邸は奥様に財産分与し、山川さんは現在ワンルームマンションで暮らしているようです、と明かしています。続けて、離婚の理由は、いわゆる不倫や金銭問題ではありません。夫婦で今後について話し合った末の円満離婚で、家族仲については今も良好だと聞いていますよ、とし、山川豊さんが事務所を独立後は、長男がマネージャーを務めているとのことです。熟年離婚にあたり、妻に豪邸を財産分与したのも山川豊さんの決断とし、もともと東芝恵美の社員契約から歌手デビューを勝ち取り、売れない頃にはプロボクサーのライセンスを取ったりと、苦労人であり努力の人。お金より大事なものがあるというスタンスだから、財産分与も太っ腹でした。大物演歌歌手なのに選ぶらず、人格者、業界には彼を支援する人も少なくありませんとしています。ニュースポストセブンの取材に山川豊さんの個人事務所は、山川豊と元配偶者は本年8月までにご質問をいただいている財産分与のことも含め、円満な形で離婚に至り、現在も行き来をしているなど、今も双方がお互いを認め合う関係を続けていますと回答し、円満離婚であることを強調しています。この報道を受けてネット上では、また20代と結婚したりするのかね、そんなんしてまでも離婚したかったのね、ちょっと羨ましい熟年離婚の仕方だな、熟年離婚って本当多いよね、年取ってからは女の人は一人の方が気が楽なんだよね、豪邸の管理なんて面倒なんだからワンルームでお金持ってた方がいい、などの声が上がっています。歌手では2017年末に橋幸夫さんが46年連れ添った妻と熟年離婚しており、5から6年前から離婚を前提とした話し合いを行い、2016年11月から別居し、離婚にあたっては東京都内の貸しスタジオや自宅が入るビルを財産分与したと報じられています。それから間もなく50代後半の一般女性と再婚していたことが週刊誌週刊文春の報道で明らかになっており、再婚相手の女性とは約3年半前に講演会を通じて知り合い、
離婚成立直後に再婚したといいます。昨年1月には八代亜紀さんが個人事務所の社長を務めていた元歌手の夫と結婚から27年で離婚しており、当初の報道では特にトラブルがあったわけではなく、お互い納得の上で離婚が成立し、その後も関係は良好とのことでした。その後、女性セブンによって元夫の不倫疑惑が報じられ物議を醸しましたが、不倫相手とされた女性や八代亜紀さんが事実無根ときっぱり否定し、八代さんは不倫が原因で離婚したわけではないとしていました。そして山川豊さんも熟年離婚していたことが新たに判明し、ネット上では離婚原因として女性問題を疑う声もありますが、事務所の説明によれば離婚後も良好な関係にあるとのことから、何か大きな問題があったというわけではないのかもしれないですね。そんな山川豊さんは事務所を独立後、新たな活動に積極的に挑戦しているようで、今年は27年ぶりに映画に出演したり、舞台で共演のアイドルグループボーイズ&メンのメンバーと、自身のコンサートでも共演するなどしており、これからも健康にはくれぐれも気をつけて、歌手活動などを続けていってほしいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。